OK です。それでは行きましょう。えー、っと、えー、さっきね、今言ったことなんだけども、えー、っと、人間っていうのは、朝、頭が活発に働くようになってます。朝というか、太陽が出てるときね、夜は寝るようになってますね。はいえー、朝、もし、ぼーっとして寝てたらどうなるか。これは、さっき言ったように、ライオンに食われちゃうでしょ <laughs> ライオンとか。ちょっとさっき見せてたけどね。 いいライオンに食われゃうでしょはいあとヘビとかヘビに食われてるの様子をちょっと見せようかはいじゃちょっといきますよびっくりだよ <coughs> はい見えてるはいこれは昨日インドで人がヘビに食われました何これ ちょっと読むよ。まさにインドの事件といったイメージでありますが、非常に恐ろしい事件が起きております。インドの、えっ、ー、と、なん,なんうかな、これ、ちっちゃくて見ないケア、ケテラ州に、えー、ある居酒屋で、酔っ払いがヘビに丸呑みされたということです。<laughs> どうしましょうか、これ。はい。えー、体の大きく膨らんだ胃袋の中に人が、う、え、ん、ー、人が、一人、丸って、 ととと入ってているることを想像すると恐ろしくてたまりまりせん酔っ払いは途中でヘビに気づかなかったのでしょうかということなんだけどね <laughs> あのね、ま、インドはもうみんな知ってるようにあの共存してんだよねほら道に牛とかねあのヤギとかサルとか犬とかい,いたでしょ同じようにヘビもいるんだって。 でこれ、錦シビのでかいやつならしいんだけども、あのー、食われちゃったよ、これ。びっくりだね。今、ちょっとその食われる話で、これ、思い出して。<laughs> 酔っ払ってる時に寝てたんだよ、これね。寝てると食われちゃうんだよ、こうやって。これ、人入ってんだってよ。ややばいだろ、これ。これ、もう完全に窒息したよね。これは、死んじゃうよ、きっと、これ、どうなんだろう。 まあわかんねえけどさ、はいあのー、体に悪い映像 <laughs> 見せちゃったけども、<laughs> はい。えっ、ー、と、これは <laughs>、インドではなんか、これ初めてじゃないらしいよ。<laughs> 酔っ払ってんのが悪いんだこれな。寝てんのが悪いんだろう。はい。で、話を戻すよ。今、大騒ぎになった大丈夫ちょっと確保の先生、いかがですか大丈夫ですかどんな感じですか見えた 状態をちょっとお知らせください、大丈夫でしょうかね見えましたかね <coughs> あいないかな はい、じゃあ続けるね。えー、っと、過去まこ見てるっていうのね。はい、えー、っと、過去も一緒だったのね。はい、おはようね。おはようじゃねえな、もうな。えー、っと、ちょっと待って。ここで、これか。オッケーはい、あの、なんで、 朝がいいかという理由ね。これは、人は、あの、日の出から、その,最高のいいかな、最高の、最高の、OK です。わ <laughs> かりました。森先生ッ OK です,見なす。見せなくてよかったことですね。<laughs> 最高のパフォーマンスが出るようになってんだよ。朝って。これ、あの、すごいよ。 朝起きてから最高のののパフォーマンスが出るのはあのすぐなのねで、頭ずっと働かせてるから、午前中でだんだん切れちゃうの。ピークは11時なんだって、朝の。でもまあ、11時頃は学校いるけどね。で、その後ずっと下がってって、夜は最低になります。そんな中で勉強してる子たちが、マ子のことをガンガン抜かしていくっていうのは、ちょっとありえない話だね。どんどん賢くなっていくそれは違うだろう。 よく考えて、うん、最初マコより下にいた子がどんどん賢くなって脱いで,脱いでったのかマコは一生懸命勉強してると思うんだけれどもそれで抜かれたらちょっとそれはやり方に問題があるってでもありえないってことこだよねと思いますよはいなのでそういうことを考えてしまうんだよねあないことじゃない以前愛ちゃんからもこうあのそういうあ,のあれを聞いたことがあるけどもね 他の人ができる他の人っていうのはそう見えるのねすごくねはいだから自分がやってることっていうのに迷いを持っちゃダメだよあのー、自分がやってることはもう何十年も同じことを見てきて、えー、スペシャルの陸書に言われてることをやってるわけだから間違いはないんです、ね、間違ってること言ったら大変だからねそんなことは絶対ないのね、はい、人である以上あなたが妖怪じゃなくて人である以上、えー、頭は 朝起きてから、起きた日の出からね、もう、そういう朝の時間に最高に働くことが分かってんの。分かるだから、その時に勉強するのが一番いいのは当たり前なんですね。はい、これはもう完全に、あの大学の先生もこの前、ね、発表したし、そういうことができるかどうかなん。そして、君たちはもう、全国でもトップを切ってそういう生活をしてるわけだよ。だから、自信を持ちなさい。あとは集中すること。 あとは周りをいちいち気にしない。自分がやることをやっていくということね。で、忘れ物リストを作ってるでしょ忘れ物リストを作ったものを今から、えー、繰り返してみて覚えていくわけだから、えー、それをやってるってことね。で、あの性格的なもので、どうしても周りに気になったり、ドキドキしちゃったりする。それはね、ね、あのー、さっき言ったように、人に挨拶するとか、えー、なんかちょっと変わったことをやってみるとか、そういうのはいいと思うよ。はい。あのー、合宿はまだ決まってないのかなこれた場合は そ,ういうそのことに関して、ね、もっとねいろいろ話してみましょうはい同じようなことでも、えー、あると思うんだけれどもね、えー、あったらね、えー、今のことを参考にしてみてくださいはいあの各校から皆さんあのもらってますえー、っとちょっと感想を紹介していきたいと思います ありがとうございました。気合入りました。最後まで頑張ります。絶対完全確認大学合格します。合格したらご飯連れてってください。お笑い。高橋。OK です。えー、ご飯でも何でも行きましょう。ね、とにかく高橋が <laughs> 悔いがないように頑張れ,ればいいということなんですね、はいえーっと。合格をゴールにしちゃいけません。いいですか人間の、えー、人生のゴールなんてないんですよ。いいですかないんですよ、ゴールなんて。ゴールしたら終わっちゃうからね。 えー、自分の力を100%出すことがとても大切ですね。頑張れよ次えー、っとはい、美穂からですね、えー、私も場の空気に飲み込まれると思います。なので試験会場ではみんな同じレベルだと思い頑張りたいと思いました。そうです、えー、みんな同じというよりも、えー、っと自分より下に思った方がいいです。そのくらいの気持ちでや,やった方がいい、えー。自分のパフォーマンスが100%発揮できるからね。 遊んでる時はとはても楽これから勉強するときも楽しくいきたいです。そうあのねあの勉強するときはその勉強自体は楽しくないけどもその勉強が自分に対してつながってるってことをよくあの、えー、覚えておきましょう。次 <laughs> えっとさっきの話を聞い自分では、えー、っと自分でできないことをもっとやってできるように入試を受けたいと思います。 はい、そうそうそう自分でやりあのできないことをねやっていくっていうのはとてもあの大切なことでり勇気がね出るからねとても大切あのいいことだと思いますねはいえー、っとこれ誰誰ちゃんっていうのこれはえー、っとかん美穂ゆいよしあきに入ってないよね 名前を教えてください <laughs> はいあと森先生のえっ、ー、と名古屋は勉強中なのでアドバイスはどの方がいいかなどうでしょうかとりあえずじゃあえっ、ー、とやっていきましょうえー、前がえー、言ってくれたことが <laughs> えー、今日話を聞いて入社の時に緊張しないよするために私は知らない人に挨拶してみようかと思います挨拶はしていますがおばあちゃんおじいちゃんしか知ってないので若い人もチャレンジしようと思いますはいそうですねあのー、積極的に挨拶してみて自分にねどんな反応を相手がしてくれるか多分挨拶してして嫌な気持ちになる人はいないと思うので、えー、非常にいいと思いますね期末テストの結果がめちゃやばくてこれから不安でたまりませんどうすればいいですかあの期末テストの結果っていうのはねあの結構やばい人多いですよ えっと逆を考えてください。必ずこういう時は逆を考えます。期末テストの,テスト期末テストの結果が非常に良くて私これからどうしようかと思っちゃう可能性ありませんか逆のプレッシャーがかかります。えー、っと、期末テストの結果が悪い場合はそれをよくするように努力することができるでしょう期末テストの結果がすごく良かったらどうなりますかそれを下げないようにする焦りとか心配が出てこないかな どっちがいいかな今からあげた方がいいよね。そう考えましょう。いいね。だから期末テストがやばい人たち結構いるんだよ、ね。そこのところ考えて。今日はこれね、これパーソナルだからいいと思うんだけどね、あれ森先生これ聞いてる <laughs> やってんのかな <laughs> はい。あの、普段はね、なかなかこうできないんだけども。はい、次行こう。えー、ルミが普段の、えー、っと、あ、みるちゃん。はい。 るみちゃんはみるちゃんに変わりましたからねミるっていいよねか愛くてねはいみるがくれました普段の定期テストですら緊張してミスが出るので特に数学先が不安でしたが日頃から気持ちを強くしていきたいと思います、ね、周りが自分、えー、全員自分より定数が取れるんだと思ってしまうという話は前々回の全、えー、件模試の時にそうだったのでとても納得しました 次から他の人を野菜にでも思ってやると思います。いいね。野菜か。いいね。うん。猿よりも野菜の方がいいな。はい。動かないってやつね。はい。えー、みちゃんくれました。ありがとうね。その通りだと思いますよ。えー、その調子です。えー、次は高須さん、高須くんかな。はい。えー、っと、自分ではあまり緊張しない方だと思ってるけど、本当に妊娠となった時は多分焦ってしまうんだろうなと思う。 知らない人ばかりだとどうしても自分よりできる人だと思ってしまうからちょっとした間違いが多くなると思うその通りですねはいだから今言ったようにあのミルが言ってくれたように野菜と思ってください <laughs> 野菜ね <laughs> はいとてもいいねはい <coughs> えっと店に行って商品の場所がどこにあるかわからない時店員さんに聞くことも少しドキドキするそれそれそれいいいいいいよこれ高須くん高須さん最高最高これいいよね あのお店の人に「あのどこですか?」っていうのを聞くいいねいいこれいいねなかなかね聞こうとしてもこう聞けなかったりすることあるよねあのハキハキとやるっていうのはとても自信が持てますよいいと思いますよ <laughs> はいえー、っと今自分の入りたい高校に入れるかもし落ちたらどうしようかを考えていると思うからできると思って頑張る 本番で緊張しない。にもっと東京試しをしてみようかなと思いました。そうです。東京試しは大切です。はい。あのー。怖い、お化けだってさ。毎日毎日見てたらね。怖くなくなってくるんだよね。逆に可愛くなってくるかもしれないよね。はい、もう慣れちゃうことが一番いいです。慣れが一番いいですね。はい。誠、ま、えっ、ー、と本番の時に僕はいつも緊張してしまって、えー、ミスが増えてしまいます。 今日の話を聞いて僕も恥ずかしいことをして緊張しなくなるようにしたいです。テストの日は周りの人たちを僕以下と思っていつものようにやればテストでもミスが減り点が上がると思います。勉強を自分のためにやって将来のために今を頑張ります。まこといいですね。その通りですよ。はい。えー、今言ったことそのまま、えー、や,れてやればいいよね。ミスのね、もっとっていうのはそういうことなんですね。はい。えー、っと、次は柴山君から。 あ大丈夫かなあ、森先生、これ直接聞いてますいけてますかいけちゃえば、異常に。はい。ちょっとね、あの勉強のあ,のあれにはなってるけども、まあ、でも、勉強以上に大切なことだと思いますよ、これはね。はい、大丈夫ですね。はい。えー、っと、次は、範氏かな柴山君。 えっと学校の先生も言ってたけど、入試では周りの人が自分よりできるように見えてしまうけど、その時は自分が一番できると思えばいいんだと思いますそうですね。学校の先生も言ってくれたんだね。はい。その通りです。あのさっきみるちゃんが言ってくれたように、あのー、野菜だと思えばいいんです。<laughs> はい。入試本番まで精神面を鍛えていこうと思った。そうです。いろんなところで、あのー、ね、えー、鍛えてくださいね。はい。次、河合くんね。 えっと緊張して数学の場合よく小さな密をしてきましたなのでテスト前なので緊張する場面では先生に言われたことをりしてみたいと思います僕はいつも勉強を家出する時時間がバラバラであまり集中できてないので時間を決めて集中して学習していきたいですそうね、あのー、普通の勉強は別に気にしなくてもいいんだけども時間,時間内に解く練習を入れていくってことはとても今から大切なことだよね はい、頑張りましょうね。次は南から。えー、っと、入試や3学期のまとめテストでは周りに影響されないように気をつけようと思いました。そうですね。恥ずかしいことを人前にするのは大変だけれども、すごく大事だなと思います。入試当日のために今できることを精いっぱい頑張って、本番でミスが防げるようにしたいです。そうですね。はい、えー、っと、えー、っと、 そのえーとね、周りに影響されるというのは、ね、本当の,、ね、あの力が出せなくなっちゃうってことだよね。だからみなこの、いいと思いますねと。周りに振り回されないとは言っ,てみまし言っていましたが、周りに振り回されたことがない。うん、例えば極端すぎます。まえ何は恥。ちょっと見えないな。 すると、えっ、ー、と、根性がどうとか言ってましたが、苦しいことをして根性がつくのではって切れちゃった。田島くん。い、いね、これ。周りにふまわさないと言ってましたけど、周りにふまわさないことがないって。いいじゃん。田島くんは3年生誰これ。田島、誰くんだろう。変わってるのがね。 振り回されることがなかったら別にそれでいいよ。それはそれをされないためにやってるわけだからそれはそれでそのままでいいよ。いいんじゃないですかはい。えー、そのまま自分の力を出せるってことね最高のことだからね。はい、じゃそのまま出してください。OK ですよ。<laughs> えー、量かこれ。はい。変わってるやつなんだなお前はな。はい。 あのーまあ、それだけでいいことなんだかこれは逆に、えー、力出せる、うんねえー、素質持ってるから、えー、量は、えー、自分の道でやり方でやっていけばいいと思いますよはい、はい、それではえー、っとねえー、っと感想ありがとうみんなあの勉強の邪魔になっちゃったかもしれないけどもこれはとても大切なことね、はい、今のように、えー、自分が振り回されない人は、まあ、本当にこれは大丈夫なことなんですね、はいただ 人であれば普通フリまマッサーようにねそこのところね、えー、コントロールできるように頑張りましょうねはいそれじゃあえっ、ー、とね、えー、ごめんなさいえっ、ー、と名古屋校のみんなとえっ、ー、と今日は姫路たの校のみんなアドセイのみんなアドセイまた来たかな大丈夫かなに、えー、伺いましたそれではみんな頑張ってくださいねあこれ見てたかあそうじゃないか はい、それでは頑張りましょう。しっかり行きましょうね。はい、それではこの辺でおしまいにします。さよなら。みんな頑張るよ。